レグサイドフィットネスの吉山です。首のコンディショニングができてきたという方に、じゃあ実際首を動かすエクササイズを今日は紹介していきたいと思います。以前も紹介しているものになるんですけども、こうやってチューブを使うものになります。ぜひ首のケアと合わせてそれの調子が良くなってきたなという方はぜひこちらにもチャレンジしてみてください。寝た時にこのように顎が上がらず軽く顎を引いておきましょう。チューブを胸の上で持ってもらってビヨーンと引っ張っていきます。すごくきつくなくてもいいんですけども、床までグッと引っ張れるぐらいの位置にチューブを持ちましょう。ここから顎を引いて首を持ち上げる、こういった動作です。一度チューブを戻します。引っ張って顎を引いて、肩は動かさずに首だけ持ち上げる、こういった動作の繰り返しになります。行っている時に過度に息が止まらずふーっと吐けるぐらいの感覚でやってもらうといいかなと思います。これが首を前に起こすバージョン、次が横に首を振るバージョンです。チューブを持ち替えてもらって斜めに引っ張ります。床までぐっと斜めに引っ張ります。で、上に上げてる手の方に顎を引いた後に首を回します。首を戻して手を戻します。もう一度行います。ぐっと対角線上斜めに引っ張ります。顎を引いて首を上げている手の方に回して、この繰り返しになります。なんでこれチューブ引っ張ってるのっていうご質問を結構いただくんですけども、首は当然ながらこの体幹の上に乗っかってますよね。で、首のセルフケアをしてってもらってこの辺ほぐれてきて動かせるようになってきてると思うんですけども、この土台がしっかりしていないと首が正しく動いてくれないです。よく体幹トレーニングなんかのところも言われると思うんですけども、お腹がしっかりしてないとその上の胸椎は回らないし、お腹がしっかりしてないとその下にある股関節っていうのは正しく動かない。土台となるところがないとその上の関節なんかは正しく動けないです。なので首で言ったらその下の胸だったり肩の関節がぐっと正しい位置にあるところから動く練習をしたいっていう意図があるので、チューブでぐっと胸が張れて肩がいいポジションに、また引っ張ることでお腹にぐっと力があります。その状態、いいポジション、体幹のいいポジションを作った状態で首を動かしてあげるっていうエクササイズになります。で、今のやつやっていただくと分かるんですけど結構苦しくて、特に横向くときビデデっていう風になってしまう方はこのエクササイズまだやらなくてほぐすエクササイズをやってみてください。無理してやったら良くなるかっていうと、またそこの緊張を強めてしまうだけになるので、このエクササイズ最終的にやるといいんですけども、自分の段階がどこにあるかなっていうところをしっかり確かめながら無理してやらないでやっていただくのがいいかなと思います。今は寝転がったものを紹介したんですが、最終的には例えばいつもやるハーフニーリング、さっきは寝ているのでお腹とこの胸椎あたりがいいポジションになるようにっていうのをチューブで整えたんですけども、自身で股関節、体幹、全身をコントロールした状態でビヨーンと引っ張って、下半身もコントロールが入った状態で顎を引いて横を向くなんていう、こういう複合的な形にしていってもいいのかなと思います。今の最後なんかは下半身をグッとこう安定させるだけでも息が止まっちゃったりとか体が硬くなったりっていう風にあると思うので、首のセルフケアから始めた方はいきなりそこまでやらなくてもいいのかなとは思います。また時々行うローリングっていう種目、こう寝返りを打っていく種目なんですけども、これがうまくできない方非常に多いです。肋骨が開いてしまってて起き上がれないっていうのもあるんですけども、今やってる引いて回旋していくっていうこの首の動きができないで回れないっていうような方もいらっしゃるかもしれないです。なので
もしローリングとか練習されている方いたら、こういった首のエクササイズをやってみてから、同じ動きを繰り返すと非常にいいのかな。それでもこう動きが変わらない方はセルフケアから、ぜひやっていただくといいかなと思います。一番最初のボスの話であったように、首は結構被害者であって他の部分が問題のことが多いです。前説明があったのは、こう体がすごい前傾姿勢になっていて、でも前を見たいから首を使ってしまうっていうような形、そういった根本の原因も直していく必要があります。でその根本の原因のスタートになっているのが呼吸が浅いっていうことも非常に関係があります。呼吸が浅いともちろん首を使ってしまうのもあるんですけども、骨盤が前傾してしまって、骨盤前傾するとつま先荷重になってしまって、つま荷重の場合さっき言った前傾になるから腰を起こして首も起こしてっていう姿勢になってきますので、反対側のもも裏とかお尻っていうのをどん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 トレーニングしていくのも必ず必要になります。ただこれも繰り返しになりますが、その患部に対しての痛みなんかがある場合は、そこに対して繰り返し繰り返しその疲労の蓄積を取っていくっていうのは非常に大事です。そしたら必ず痛みはなくなります。ぜひ紹介しているエクササイズをやってみてください。でこの紹介しているエクササイズやっても何やっても治らないっていう場合は、まだその呼吸の根本的なところが治っていないということに加えて、もしかしたら目の左右差、視覚の左右差であったりとか、聴覚の左右差であったりとか、前庭、三半規管の左右差なんかがあったりすると、ぐっとそちらの緊張が入ってしまうので、治らない場合がもしかしたらあるかもしれないです。それでもセルフケアしたら絶対にコンディショニングとして良くはなります。ただそういった、問題が残る方に関しては、ぜひトレーナーに相談していただきたいかなと思います。ぜひご質問等ありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。今回首に関して、続けてご説明させていただきましたけども、こういったケースはどうするのみたいなのあったらぜひコメントください。ありがとうございました。